We'll be right back.
この圧倒的な強さ、まさか本当にランスロットなのか。狙いはついた。相手が戦士の国だろうと、ルルーシュ必ずナナリンを助け出す。フルバーストモードで決める。いけ、ランスロットも恐るるに足らずだ。シャムナ様がいる限り敗北はない。逃しはしない。よし、腕は落ちてない。生きていく術は戦うことしかないか。これが副社波動だ。新型のグレンを止められん。偉い奴に振り回されてよ。俺の間合いだ。シャーサシャムナ様、予言を。
解決にもなりませんのに。緑の疾風。バカな、そんなバカな。衆国の犬がシャシャリ出てきたか。落ちろ。破れかぶれの攻撃だね。こちらに部がある。直撃させるぞ。相手の弓を上回らなければ。ナイトメアフレームとナイトの勝負よ。勝負は一瞬。そこ続けていくわよ。機体を放棄する。仕掛ける。死ねえ。エルガイムならこれぐらい。こういう時にやり返す。そこだ。脱出するしかない。確かなものが何にもないね。どうし
小さくてもらいにくい。そういうのの相手はギリスで慣れてる。敵の懐に飛び込めば活路も開けるさ。相手を勢いづかせたか。俺が相手をするにふさわしい手だれか。死ね。遅いな。すごい。だわ。戦争で世界を変えようだなんて。動きを止める。噂のグレンも見かけ倒しのようだな。右腕の特殊兵装にさえ気をつければ。射程に入った。ミスった。みんなが手を取り合える世界のために僕は落とす。やはり本物のブリタニアの白き死神、白カブト。この圧倒的な強さ、まさか本当にランスロットなのか。狙いはついた。相手が戦士の国だろうと。ガンダムを落とせば俺の名も上がる。まぬけめ。油断しないと越したことはないよね。ここからじゃ攻撃ができない。邪魔者は排除する。食らわせる。動きが少し重いか。一撃でスクラップにしてやるぜ。ゲッター、トマホーク、ブーメラン。ジルクスタンの戦士に交代はない。バカな、クルルニスザクは死んだはずだぞ。なぬけめ。むやみに攻撃しても僕たちゼロのサポート。この距離ならこれだ。
当ててみせる。ランスロット、格が違いすぎる。戦争で世界を変えようだなんて負けられない。絶対これで油断していられないか。動きさえ止めてしまえばこちらの勝ちだ。勝負をかける。もうそこにはいないよ。僕たちゼロのサポート。生きる。罪を背負いながら、そのランスロットと共に。それが僕の選んだ道だ。こちらの動きを読まれただと。この圧倒的な強さ、まさか本当にランスロットなのか。射程に入った。相手が戦士の国だろうと、行くぞ。ヘルガイム、行くぞ。そこは強引に。うわー、バカな、こんなバカな。確かなものが何にもないね。どうして僕は
僕たちゼロのサポート生きる罪を背負いながらこのランスロットと共に、それが僕の選んだ道だ。やはり本物のブリタニアの白き死神白兜、この圧倒的な強さ、まさか本当にランスロットなのか。この場合ならば、相手が戦士の国だろうと、海の色が赤く染まってゆく。
ナナリーをさらった罪、償ってもらう。来るぞ、ルルーシュ。よし、すでに勝ち筋は見えている。チェックメイトだ。油断していられないか。このナイトメアフレームが指揮を出しているか。そこだ。動きの読みやすい時だな。機を発見した。当ててみせる。
先読みすれば回避ぐらい耐えやすい。さすがは傭兵国家だが、来るぞルルーシュ。よし、すでに勝ち筋は見えている。チェックメイトだ。
攻撃指示は出ている。射程に入っ、これでいいでしょうか、ウィンダム。反撃できないとは困りましたわ。戦いを求めていないのです。今しめの風で、はあ、脱出するしかない。Oh, oh, oh.
今の俺には覚悟と使命がある。生きる。やるんだ。それが僕の命の意味。そして食材だ。ランスロット体が違いすぎる。この機体まるでブリタニアの白き死神じゃないか。ここだ。着いた。無人機だ。ならば遠慮はなしだ。そんな動きは鈍いんじゃ。当てるよ。こちらからも行く。照準。無駄な動きをしてるから。データ通りではな。待っていろ、ナナリ。すぐに行く。チェックだ。仕留めてみせる。この圧倒的な強さ、まさか本当にランスロットなのか。諦めるんだな。相手が戦士の国だろうと、僕たちゼロのサポート、すでに狙いはついている。落としてみせる。完全にこちらのスピードを凌駕している。おいおい、ただだと思うなよ。後方も残さねえぞ。結果は見えている。
少しは楽しめそうな相手じゃねえかよ。その巨体じゃこのスピードにはついてこられないみたいだね。反撃はできないけど位置はつかめた。世界一の戦士になるためなら何だってする。遅い。こちらの動きを研究したところで攻撃の手段がないか。今は余計なことは考えない。これを使うしかない。敵の足は止まった。そこ！シャムナ様！予言を！すごい力。ミサイルキャニスタースタンバイ。目標インレンジ。
各機作戦をファイナルに移行する。偽情報で敵を動揺させる策か。やれるかルルシュ。無論だ。こいつの火力ならば一撃で仕留める。さあゼロ、僕はここだ。こしゃくな策。挑むっての。飛び込むよグレン。はー、プロの騎士団のエースと言ってもこんなものか。お前を倒せば最強に近づく。ネギスタスオメガ、民は僕のために、僕は民のために。なんじゃ、スザクの相手は務まらないよ。ナイトギガフォートレス、フルスピードで突っ込む。この一撃で。なんでこんな奴に王様がこだわってるのかわからねえ。国王がご出身の奴か。ついでにいただいちまおう。うん、おいつら無駄だ。乗っているところには当てないようにしないと。準備いいですかキャリバーさん。ま、任せろ。アクセスコードグリッドマンキャリバー。俺を使えグリッドマン。あ、グリッドキャリバーエンド。こいつの装甲は分厚いんだよ。シェードを吐かせてやる。レゼイバザーだ。よし、いい感じだぞ。いいよ、響くん。わかってる。仕掛けるぞ。よし、捕まえた。突っ込む。そこまでだ。必死の抵抗がこれかい。お前を倒せば最強に近づく。ネギスタスオメガ、予言に従えば。
ちは絶対に負けない。私は言った通りでしょ。ああ、大したもんだ。てもらう。避けられるか。お前では僕を倒せない。強いな。男は動きが違う。目の間合いだ。終わりだよ。僕が直撃を受けた。世界一の戦士になるためなら何だってする。ネギスタスオメガ、神は僕のために、僕は民のために。危ないだろうが、当たるところだったぞ。最後当てるのに一苦労しそうだな。こいつで蹴りをつけてやる。やったー。
差をつくわけにはいかない。重装甲だろうと関節を狙えばネギスタスオメガ、この体が持つ限り姉さんと民のために。俺もドラゴンも燃えてきたってもんだぜ。力を手にしたことに意味があるのならば、緑の疾風、つまらぬ意図をしたもんだ。ガキどもがそんな手品が通じると思うなよ。逃げちゃ死ねんだよ。ほら、風向きが変わったようですね。ない期待だ。お前と私で使いこなすぞ。格闘戦は私に任せてもらう。捕らえた。とどめだ。こんな姿で姉さんには上出来だ。 C2 ナナリーは渡さないよ。ゼロネギスタスオメガ、予言に従えば僕たちは絶対に負けない。かわせない攻撃ではない。僕らの
英雄を名乗れるのは最強の力を持つ者だけだ。ネギスタスオメガ、予言に従えば僕たちは絶対に負けない。毒を見ている。作り物のようなこの日々に僕らの SOS が加速する。何かが進化と知りながら見慣れた空、同じ景色に今日も誓いってなんだっけ。教室で何も語って待って、このままじゃ約束も消えてしまう。戦うのがお仕事の人たちか。心の力を炎にする。はい、ネギスタスオメガ、民は僕のために、僕は民のために、敵を撃つ。まだまだレイアースは倒れないぞ。実力を僕に見せてよ、ネギスタスオメガ。予言に従え、僕たちは絶対に負けない。相手が戦士の国だろうと、平和を乱した罪、
あがなってもらう。軌道は読めた。勝負はまだついちゃいない。あの人を倒さなきゃジルクスターの戦いは終わらない。リーフスラッシャー、終わらせるか。さんの予言さえあれば、お前たちなんて戦士の国ジルクスタンを侮ったな。ネギスタスオメガ、民は僕のために、僕は民のために。相手はこっちを甘く見ている。ここまでなのか。私の意味